どうもこんにちは、おっさんゲームズです。ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドで遊んでいきたいと思います。今日もエーケスたちのバラッドを進めていきたいと思います。で、今日はなんですけれども、このハイリア山に、魔物たちの巣がありまして、その魔物さんたちを、全部倒しまして、祠を出現させてみたいと思います。で、今僕はトゥミン家の祠にいます。で、この祠から魔物たちの巣のところまで行ってみたいと思います。では行きます。こちら側です。山を登っていきます。まずはてっぺん近くまで行ってください。はい、こいつが目印ですね。こいつのところまで来ましたら、はい、あそこら辺に、魔物さんたちがいます。別に、こいつは単なる目印ですので、こいつですね、こいつは単なる目印ですので、別にここまで来なくてもいいんですけどね、分かりやすいかなと思ってここまで来ました。で、魔物さんたちに対して今回も、弓矢で射る作戦で出ます。で、ここから攻撃するとほとんど反撃を食らいません。こんな風に、地味ですけど、今日すごく地味ですけど、これ繰り返します。とにかく、全部倒しきるまで、全部じゃなくてほとんど倒しきるまで、この弓矢での攻撃をもう続けます。結構早送りにしてると思います。基本的に戦いに行かないことが大事だと思ってますんで、この魔物たちの巣の A の攻略、魔物たちの巣の攻略、かっこよくこう戦いにも行きたいんですけれども、失敗しない方法をご紹介したいなと思っておりまして、弓矢の矢の数さえあればこの方法で失敗しないとは思います。まあ、何回もこう、なんていうんですかね、一撃の剣で戦いを挑みに行ってもいいんですけれども、まあ、失敗するよ、失敗して、なんていうんですかね、トライアンドエラーするよりは確実に行った方がいいと思うんですよね。地味ですけど。地味ながらも、ちょっとずつ敵を倒していくと。で、こっち側にも敵がいます。できるだけ、敵を上から倒しましたら、下の方に行きましょうか。で、このチャレンジやってると、まあ矢とか弓がすごくこう大事になってきますので、敵が落としたものはだいたい拾っておくようにしましょう。あー、消えちゃったかな、ごめんなさい、今回消えちゃいました。そう言いつつ消えちゃった。じゃあ、違うな、ないな。で、もう一匹います。弓あるか。矢もできる限りね。おっと。で、最後にイザルフォス、敵さんがいますので、ふっと、これで。はい、敵を皆さん倒しましたので、祠が出現いたしました。キースとかは関係ないみたいですね。はい、地味ですけれども、こういうふうなね、矢でいるという、攻撃、方法によって、まあ、
魔物さんたちを全部倒すことができると思います。はい、次コリマの祠となっております。次回この祠クリアしていこうかと思います。すいません、いや弓をなくしてしまった、弓を見失ってしまったのは申し訳なかったですね。敵さんが落としたんですけれどもね。はい、できるだけ皆さんは、見失わないように注意しておいてください。はい、というわけで、皆さん敵を倒して祠も出現させましたので今日は以上としたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回。すいません、なくしたと思ったら見つかりました。これが拾おうとしていた弓ですね。拾ってきます。旅人の弓です。はい、というわけで今度こそ、これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回。